あ、どうも、皆さん。松尾大成です。よろしくお願いいたします。ですね。ま、今回また、ま、いろんな場所で撮影してるわけですけども、ま、今ね、ちょうどうちの、別れた妻と、ま、別れた妻というか、別れてまだ間もないんですけども、離婚しましてね。今日、8歳の息子と友達交えて会ってきました。うん。楽しかったですね。ま、それでね。ま、親というものはね、ほんと、子供が可愛い。うん。どうでもないですね。ほんと。可愛くて可愛くて。うん。ま、いろいろありますよ。生きてるとね。うん、まあ、それはそれで置いときまして、またタバコちょっと失礼しますね。さて、前回ね、現代人がどうしてこの精神を病むのかという側面からですね、そうですね、うん、まあ、食事の面、あと、考え方の面、経済的なアプローチ、あるいは、哲学的な面、最後に、アメリカ、敗戦によるアメリカからのマインドコントロール。こういったものを挙げてきました。ええ。今、実際問題、2年ほど前からね、爆発的に、まあ、ツイッター経由で、主にツイッター経由で、スカイプで、大体スカイプです。電話もありますけども、心理カウンセリング、まあ、メンタルヘルスの相談ですね、受けてまいりまして、カウンセラーやってきました。社会保険労務士の、まあ、いわゆるどちらかというと産業カウンセリングよりのカウンセリング。まあ、仕事なんかもひっくるめて、やってますよね、うん。人間は社会的な動物です。はい。精神科の精神科になり、臨床心理士なり、カウンセラーなり、断片的にその人の肉体なり、うん、状態だけを見て、直せるわけないです。仕事もやっぱり関係あります。あるいは社会的な背景なり、歴史なり、いろんなものが絡んでますね。うん、ですから、そういったものを総合的に、学際的に、あるいは机上の空論ではない、実践的な、うん、アプローチじゃないと人間治りません、ね。楽になりましょう。そろそろ我々もね。皆さんもいろいろあったと思いますけども、俺もまた、まあ離婚したばかりですけども、様々にいろいろありました。哲学というのはあくまでもですね、哲学というものはあくまでも、机上の空論ではなくて、我々人間を現実問題に幸せにするものです。それが哲学。失礼します。でね、なんていうのかな、哲学にも様々ありますよね。何でも、いわゆるこの世の真羅万象を石ころ一つまで哲学だと言うんであれば、それはそれで哲学ですよ。で、人間の考え方とか、思考する、黙想する、あるいは祈る、瞑想する。メディケーション。プレイヤー。これもまた哲学でしょう。もちろんです。神羅万象、あらゆるものが哲学、そういう中で、そうですね。今日はね、これからの人間の可能性について語っていきたいと思います。今テクノロジーが非常に進歩しておりますね。で、人間の認識の方法も変わってきて、皆さん、位相数学というものをご存知でしょうか？位相数学ですね。18世紀くらいにですね、まあ、ヨーロッパで生まれたものですけどね。この、物事をですね、面や曲線や双曲線なんかで、こう、認識する。要するに空間認識の仕方ですけども、要するに、何がですね、要するに空間、物が空間を規定するのか、
物が空間を規定するのか、物、空間ですね。この空間が私を規定するのか、私が空間を規定するのか。西洋人であるとか中国人は、私というこの物、物がこの周りの空間を規定する。決めてしまう。これが西洋的な、あるいは中華的な、空間認識。で、逆に位相数学というのは、そうではなくて、空間がどう物をですね、例えば、ライター一つ。このライター一つの取り巻く空間がこのライター一つをどう規定するか。これが位相数学の物の見方であります。で、要するにね、風景や情景の中でどう人物が動くか。うん。我々ね、クラブとか、俺クラブ月1ぐらいでね、すすきののクラブとか行ってますよ。それで、いいクラブっていうのはね、ホステスを、その店内の風景の中の配置として置いてるんですよね。浮世絵なんかもそうです。で、日本で言えば最近目立つのが、やっぱり最近って言ったらあれですけども。映画監督の黒澤明さんの映画は、位相数学的に描かれてます。この位相数学的な、観点から、そういう日本人の視覚認識、これがですね、日本の浮世絵なり、現代で言えばアニメですとか、特に漫画ね、漫画文化の根底にある日本人の強みですね。うん。この辺をね、以前ブログに書いたことありますよ。うん。掃除なんかする場合でもね、うちの母親は、まあ、今倒れてますけども、別れた妻もそうですけどね。日本人の場合はね、まず、部屋を掃除する場合、周りを掃いたり、畑で叩いたりして、綺麗にしてから、初めて最後に物を磨く。これ、外国人の場合はね、まあ、欧米人、中国人の場合は、まず、あれですよ、実際この前中国人に友人いましてね、ここでちょっと確認しようと思って、さりげなく聞いたんですけども、まず物を磨いてから、中心となる物を磨いてから、さらに周囲を磨いていく。あら、掃除していく。この認識の違い、視覚の違い、脳の構造の違いですね。これはね、いろんな意味で、今あえてね、話せば長くなりますんで、まずこれがわからないと外国人とのですね、コミュニケーションのデザインも成り立ちませんね。うん。で、自分の強みにも気がついてきません。逆に今、日本人的な知覚、世界中の子供が今、昔、幼い頃から日本のアニメを見て育ってますんでね。日本人的な知覚が今、世界的なスタンダードになりつつありますけども、これもまた数百年、場合によっては数千年かかるでしょう。そういう意味で、まずそういった認識の違いに立たないと、我々はそういう特質を持っているんだと。まあ、インド人にはインド人と、アフリカの諸国の人々にはそれぞれの部族同士の部族ならでは、良さがあると思いますけど、日本人の良さはそこにありますね、まずね。ですから、視覚芸術的に天才的な人が多いです。浮世絵しかり。文学で言えば、例えば松尾芭蕉。あの人俳人ですが、あくまでも風景的な視覚の芸術家ですね。そういったことがまたあります。ですから、例えば一つ、これをマネジメントなり、マーケティングに活かすんであればね。まあ、さっきクラブの例出しましたけども、店内の風景として、風景ですね。デザインの中の風景としてホステスなり、衣装なりを配置すれば、これはね、日本人には、あるいは美術的に非常にいいわけですよ。サービスもそうですよ。例えばパチンコ台にしてもそうです。パチンコ屋さんにしてもそうですね。デザインと実際の収益を生み出す道具ですね。このバランス、認識の仕方。まあ、具体的にこれからね、また話していきたいです。これマネジメントの方になるんで、あまりこれ、今回哲学千夜一夜という内容でね、お話ししておりますので、あまり関係ないかなという感じはしますけどね。ね
で、今日何をお話ししてたんですか？そういう意味でね、日本人っていうのは本当これからどこに行くのか、うん、面白いですね。大いに皆さんと語り合って。で、心理カウンセリングはね、常時受け付けてます。原則24時間ということで、受け付けております。私もね、ご飯も食べますし、うんこもします。今相手はいませんけども、まあ、セックスもしたいです。飲む、食べる、食う、うん、一食中。まあ、とはいえね、24時間、うん、受け付けてます。電話、携帯電話の番号はですね、080-5584-4657。080-5584-4657ですね。で、家の電話の番号が、011-555-1238。ごめんなさい。011-555-1238。この部屋の番号です。私、俺一人しかいませんからね。叩き起こしてくださいよ。夜中でもいいですよ。で、料金は、10分、10分1000円ってことになってます。お話が長引きそうな難しい人の場合は、まあ、これはね、社会的な、まあ、正義の意味で、10分500円でやってます。破格です。ぜひよろしくお願いいたします。このように私がスカイプでやる場合はね、画面に映りますんでね、大いに語ります。治りますよ。なぜ自分は、現代人は、あるいは日本人は、自分はこんなに苦しんでるんだろうと。病院ですとかカウンセラールームに行っても、個人の生育歴や家庭環境でしか物事見ませんから。それじゃあ、片手落ちってもんでしょ、あまりにも。そういったことがありますね。あるいはね、日本人の文化的な特質とか、尋問科学的な部分ですとか。そういった意味で、これから語り合っていきますけども、長らくお世話になると思います。で、そうですね、なんとか最後に最初の話と最後の話、位相数学なんかの話も絡めてまとめたかったんですが、もう時間もなくなってきました。ここは札幌市の山の中。ヒグマの出る手稲山の一合目です。雪もそろそろね、溶けてきまして、春の気配感じてます。いい年にしたいもんですね。また、これからいい日本にしていきましょう。よろしく、お見せ容器。ください。どうもありがとうございます。またよろしくお願いいたします。